こんにちは、海坊主です。今回のねトランスポートフィーバー2ですけど、三重から山梨続いてる神奈川三重線、そちらの続きを作ってみようかなと思います。なのでこの山梨から、まあ、ここの山梨駅からこっちのね神奈川駅までこうぐるっと迂回させようかなと思います。ただどっち方面からねアクセスするのがいいのかなと思うんですけどね。まあこっちの北経由のが良さそうですかね。はい、まあとりあえずね、あと他にはねいろいろとねやっていきたいと思います。貨物関係かな今回は。とりあえず旅客船を神奈川まで通して、その後貨物関係やっていきたいと思います。それでは本日もよろしくお願いします。はい、ってことでね、とりあえず最初にねこっちですね。とりあえずねこちら新しくね線路を引きました。ってことでこう北を回避するような感じでね来てもらいましょうか。早速ね線路を引いていきましょう。意外となんか大変そうなんだよな、いろいろね物が溢れてきてますから最近。そう、まあ物が溢れてきてるのにもね理由があるんですよ。まあなんだっつったら、まあ産業の数をねちょっと増やしてみたんですよ。そしたら一気に増えるんじゃないで、なんかね徐々にね加わっていくようなスタイルだったみたいで、じわじわとね新しい産業が起こってきてる感じなんですよね。そうだから至る所にね新しい建造物が建ってってるんで、それがねちょっと大変なんですよね。ここからはもうダイレクトに通せそうですかね。いやいや、トンネルじゃないですよ。これで完成かな。はい、これで全線開通したと思うんで、どう変わるかですよね。新しいじゃなくて駅を追加ですね。山梨の後神奈川。はい、なんで経路なし、なんでちゃんとね入ってきてるはずなのに何が経路なしなんだよ。経路なしってなんで、問題ないはずなんですけどね。これでね文字通り神奈川三重線でつながってるんですけどね、何が悪いんだかわかんねえから、もう一回新しくね買って導入してみますよ。あれ、新しく配属されたらね大丈夫になりましたよ。はい、とりあえずはね今のところそこまで需要がでかくないですけど、これね様子見るとね絶対そのうち需要がね高まりそうな気がするんですよね。神奈川駅まで延伸したことによってね関東環状線にアクセスしやすくなりましたからね。はい、まあとりあえずね新しく延伸された山梨と神奈川間のね全面展望を見てみましょうね。もうちょっとしたらね山梨駅ですから、このど田舎にね先進的なね駅があるっていうのもおかしいですよね。まあそのうちねこういう駅舎が見合う町に成長するんでしょうけど、まだまだちょっと先の話ってところですよ。あ、ほらもう全員降りだと思ったけど53人も乗ったから絶対足りなくなるね。自信を持っている、間違いなく足りなくなる。はい、まあつったってここのね駅間はね特に何もあるわけじゃないだろうって感じ。まあ見応えがあるとしたらそれこそ神奈川駅付近かなって感じ。あそこら辺にね何かしらの路線があるけど、あれなんだろう。あ、そうか、食料工場ですね。あのパンマークの多分だいぶ昔に作ったやつですよ。それこそ創業でいうと1900年ぐらいの
もう数百年の老舗メーカーになってるはずですよね。はい、ジェットコースターにね、アップダウンがありますけどね。ここら辺でね、関東環状線の直上をね、ちょうど通ってるはずなんですよ。ここら辺、群馬神奈川間がね、ほとんど地下を通ってるんでね。はい、到着、神奈川ですね。お、もう結構やっぱいるじゃん。多分乗り切れないと思うんですよね。あ、一応ギリギリ乗り切った。山梨が一段階でかくなったみたいですね。新しいね、品目が要求され出しました。まあ例のごとくね、グイッと上がってるから、神奈川に到達したんでね、なおさらね、需要は増えると思うんですけどね、この先で。ちなみに今のところ三重駅ではやっぱ神奈川三重線ね、70名になってますね今ね。キハ100系110系とか、まあ110系ですね。これをもうちょっと増備するかってところですよね。これ増結してね、5両編成にして110人にするか、もう全く新しいのに作り替えるか。キハ58系とか、104人、4両編成の104人にしてみますか。先頭車両いいですね。なんか勝手に動くんだけど。まあいいや。はい、とりあえずしばらくこれで様子見てみましょうか。79人乗ってるけど足りる？増結しましょう。156人対応で、反対側の神奈川は大丈夫そうですね。そこまで需要がない。はい、まあとりあえずこれで様子見てみましょう。で、今回ね、新しくまたなんか資材を入れたいんですけど、とりあえず北関東じゃなくて、そうですね、この北関東物流センターと貨物ターミナル、ここにね、物をぶち込みたいと思います。で、今回ぶち込みたいと思うのは、とりあえず燃料と食料ですね。はい、で、燃料なんですけど、とりあえずこの製油所に送ってね、製油所からって感じですね。で、製油所からここですね、北関東貨物ターミナル、栃木なんか隣だから納品すればいいじゃねえかっていう感じですか。感じですけど、まあ一応ね、一括納品はここに任してるんでね、ちょっと無駄なコストになるかもしんないですけど、まあやってみましょう。はい、ってことでね、まずね、道路を結びましょうね。単純にまあ例のごとくね、またトンネルになっちゃってますけど、はい、とりあえずこんな感じですかね。それぞれに、じゃあ施設を作っていきましょうね。ここと、ここと、で、あとは納品所ですね。ここと、ここ。OK ですね。はい。はい、じゃあ新しいね、路線引いていきましょうね。まず最初はここですね。ここからここで、ここからここと、で、ここが製油所ラインで、ここはね、将来的にね、3になる予定なんでね、最初から3にしときましょう。栃木製油所で、
OK ですね。で、車、どこからか派遣できねえかな。